皆さんこんにちは、はさなぎコンサルティングの司法書士の加山麻里乃でございます。引き続きですね、退職代行問題にね、ついてお話ししたいというふうに思っております。で、退職代行業者はですね、最近労働組合という形をとってですね、弁護士でないものがですね、労働組合をの中での、交渉ということを行っていることがですね、実は若干、話題となっております。いわゆるですね、退職の意思をですね、伝えるということはですね、これは別に弁護士でないものでもできるわけなんですね。で、まさしく民間業者というのは今まで交渉とかは行えないので、退職までしたいという意思を伝えて、ご本人の方でですね、退職届を書いていただいて出していただくというような方法で退職代行ビジネスというのを行ってきたんですが、その民間業者がですね、労働組合化して、交渉も行える業者として、今ですね、宣伝しているところが実はあります。私はですね、これはですね、真似してやろうとはもちろん思わないんですが、ちょっとですね、危ないというふうに思っております。ただですね、理屈上法律的にはですね、交渉というのは労働組合を行いますから、どうなるのかなと思います。以前ですね、この私の動画内でちょっとご紹介したこのスティーブ・ギャンさんのね、これちょっと本なんですけど、本やっと見つけました。スティーブ・ギャンさんの例を見てもですね、スティーブ・ギャンさんはですね、はるか前なんですが、日本の民法の中に定まっている組合制度に、注目をして、債権回収業というのを、法律に触れない構成をとってですね、やっていたんですが、それでも東京地検特捜部にですね、一度刑事告発されていますので、どうなるのかなと思います。で、結局ね、これ刑事告発されてどうなったのかっていうのはまだね、ごめんなさい、未だ分からないんですが、やっぱりですね、ちょっとですね、危ないんじゃないのかなと私は思っております。そのいわゆるですね、法律的には全く問題ないんですよ。できるんですよ。できるんですけど、弁護士会がこれを大きな利権だと思った時に、弁護士会、含めですね、これをどうしても潰したいという時は法律が、ね、許していてもどっかしらをついてね、どっかで刺されるんじゃないかなというふうに私は思っていてね、その怖さを感じております。法律的にはですね、私は全く問題ないとはもちろん思っております。で、ちょっとね、話がね、なんかそれちゃうんですが、それちゃったんですけど、一般のですね、対象代行業者はさっきも言った通り意思の伝達だけはできます。で、これは労働組合も弁護士も当然できます。で、そして残業代の請求とか未払い給料の請求については私の会社とかね、一般の代行会社はこれはできないです。もうここまで来るとできなくなっちゃいます。で、これが労働組合であれば、可能になるということになります。そして、弁護士は もちろん、当然可能です。そして、一般の代行会社や労働組合、弁護士の最大の違いはですね、損害賠償請求をもし仮に万が一ですね、された場合の裁判の代理人として、できるかといったら、これはもう労働組合もできないです。弁護士でないとできないということになるんですが、損害賠償というのは会社の方からですね、損害賠償された時の話ですね、なんですけれども、ですね、私は退職代行ビジネスというのをですね、やっていて、今までですね、何百件とやらせていただきましたけれども、これはですね、その現場を知っている人間とそうじゃない人間の温度差というのはかなり激しいなと思っております。私はですね、いろんな事例ありましたけれども、やっぱりですね、皆さんこれなんですよ。意思の伝達だけなんですよ。意思の伝達だけをとにかくしてほしいと、それだけなんですよね。とにかく明日から会社に行きたくないんだと、今ね、会社でパワハラとかセクハラを受けていて、もう精神的に辛いと、そしてうつ病の診断書も出ていると、だから会社を辞めたいけども自分で言うことができないと、そこにやっぱり多くのですね、需要があるわけであって、そういう人たちがですね、私の残業代を請求してくれとか、そういった相談があるかって言ったらなかったです。私は今まで一度も。だし、もしそういう方がですね、最初の時点で残業代もやってくれますかと聞いてきてですね、それはできないですということを私はお伝えして、そこで条件が合わなければその方は弁護士の方のところに行ったりとかね、そういうのあったと思うんですが、意思を伝達しても、意思をもうこの退職したいっていう意思を伝えてくれという人の中で、その延長線でじゃあついでに残業代もやってくれって頼んできた人がいるかって言ったらいないですね。なので、そのちゃんとですね、
いわゆる現場をもっとね知ってほしいなと思ってます。まあ、知らないからこそ言えると思うんですけど、とにかくこのサービスを利用する人が求めているのはもうここしかないんですよ。もうこんなね、この2つはねほとんどないです。でないので、ここをビジネスにしたいと思って参入するんだったら確か弁護士の方がいいんですが、実際ね弁護士の方で退職代行をやられている方何人かいらっしゃると思うんですけども、どうですかね、いらっしゃらないですよね。そんなもう多くはもうここしかないんですよ大体。まあ、ここはね、ここがの需要があるからもしかして弁護士のところに行くっていう人ももしかしたらいるかもしれないですけど、もうほとんどないです。もうこういうね、未払いとかね残業代請求するって人はもっと計画的にですね、いろんな証拠を集めて本当に会社と戦うって気で来るので、退職代行じゃないんですよ。もう完全残業代請求の事件なわけですから、そこをですね一緒にして考えたら私はダメだと思っております。もっとですね、これを利用する人のですね、気持ちとかそういうのに立って、方がいいと思います。そして、これをね使う人のがね、の判断ですけど、まあ、確かにどこに頼んだら一番いいかって言ったら、もう弁護士に頼むのは確かに一番無難です。でただ、この人たちはですね別に残業代とかこういうの請求したいわけじゃないしないんで、この意思だけでいいんですよ。だからここに来るんですよ、一般の代行会社にとか、まあ、あとはその弁護士とか労働組合までそこまでハードルが高いとじゃなくて、自分でね退職届もみんな郵送して作るわけですよ。少なくともうちの退職代行は退職届もご自身の方で作っていただいて郵送していただいてますし、そのですねどこに需要があるかっていうのも含めてですねもっと研究された方がいいんじゃないかなと思ってますが、労働組合という方法をね、作るのもまた一つの手だと思いますし、少しね脱法的な感じがして、私じゃなくてですね、こっちがその労働組合として、退職代行をやってる会社が刺されるんじゃないかなとちょっと心配はしております。で仕組みとしてはもうこの代行費用の中に組合加入費も含まれて、一時的にですね退職代行してほしいというお客さんが、労働組合に加入するという形になります。で、労働組合の方が、これで交渉を行って退職が完了した後に勝手に、まあ、脱退すると、退職完了したのと同時に脱退するという方式を採用しているそうです。で、まあ、他のですね、代行会社も何個か組合でやってるところはですね月会費とか取ったりとかしてるようなところもあるみたいなので、それをですねよく確認された方がいいと思います。まあ、少なからず、まあ、どことは言いませんけれども、話題のですね元々の民間会社の退職代行会社が労働組合になった、会社は少なくともそういった方法を取っているということでした。でとにかくですねこれはもう、ね、とにかくにも非弁問題っていうのはね私もね早く決着をつけたいなと思ってますので、いろいろとね、いろんな意見の相違とかもあると思うんですが、見解をねはっきりさせて、そして何て言うんですかね、こうみんなで喧嘩してもしょうがないですから、それよりもやっぱりね、そこで悩んでる苦しんでいる人のためになることがやっぱり私は一番だと思ってますし、退職代行会社がですね、誰にこの会社恨まれるのかって言ったら、こう弁護士しかないのでね、先方の会社にも感謝されますし、依頼者にも感謝されるので、こういうところでね、憎み合うのもね、よく分かりませんし、私も全くね、非弁だと思ってないし、非弁と思われる以上はですね、説明する必要あると思っているので、そこはね、引き続き、やっていきたいというふうに思っております。ちょっとね、労働組合にして交渉というのは私はさすがにどうかなと思ってますが、それをですね見守りたいと思います。ということで、今日はですね、労働組合にということで、ご紹介させていただきました。労働組合で作る方法をちょっと調べたんですけども、非常にですね、簡単でした。2人以上いればですね規定の手順を踏むことによって労働組合になれるということでしたので、ちょっとねまたそれも後日ね紹介したいと思います。はい、ということで、皆さんまた動画を更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。